きチャンネル。ちょっ、こんにちは。さあ、はい、半分終わって、はい、あと残り半分ですけども、はい、今年初めて見たのかな、トレードに出してあげた方がいい選手。はい、まあ、この動画のシリーズですか、うんうん、まだよくご理解されてない人たちが若干数名いるね。あ、そうですか、うんうん、なんかそんな選手みたいな、はい、出せないよみたいな、うん、なんでやねんみたいな、はい、あるけども、うん、いやいや、もうコンセプトは、はい、いいんやから、うん、一軍で使わないのだからね、この裏テーマは。うん、そうですね、うん、一軍でちょこちょこ使ってもなんか出所がほぼほぼないから、ないよ、うん、とか他球団の方が活躍できるよとかね。そう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 、うん、だからまあ大枠で言うと、うん、二軍じゃ結果出すけど一軍じゃ結果出ないから、うん、もうこのチームでやるべきことないから、うん、違うチームに行った方がいいんじゃないのっていうところと、うん、こんなに二軍でいいのに全く一軍使われないけど、うん、使わないんだったら出してあげた方がいいんじゃないのっていう、うん、はい、ところがまあ大幅のメインじゃんね。そうですね、うん、だから使えるから名前挙げてるのに、うん、この名前挙げてる選手って褒めてんだけどね。トレードはポジティブですからね、まだできるから、うん、それなのにまだなんかね、うん、トレードに名前が挙がるのはね、ネガティブやと思ってる人がいるんだよ。あ、まだ俺の発言力も薄いな。でもだいぶトレードポジティブっていうポジティブ意見の方が増えてる気がしますよね、コメント欄。これはもう100だから、はい、まあ、100ポジティブってことですよね、うん、もう100正しいから俺の言ってることが、うん、そうですか、はい、だからもう100にしたいんだ早く、はい、まだいんのみたいな、うん、ね、うん、若干数名の人だけど、うん、で今回はね、はい、まだ阪神です、はい、阪神も、うん、今ねちょっとこの結構ね、阪神、DeNA、広島、巨人、はい、この4チームはまだどうなるか分かんないね、うん、このまだまだそのまだ差がそんなないですからね。8月終わって9月入って残り100試合ね、うん、過ぎたあたりぐらいでどうなのかぐらいの残り 3,40 試合で勝負みたいな感じになってきそうだけども、うんうん、ちょっと阪神も今ちょっとバタつきがあるから、うん、トレードするんちゃうかっていうところで動きますか、岡田さん、うん、だからもうそろそろ出しておかないと、はい、っていうね、はい、ところだって、うん、巨人中ロッテだってすぐトレードになってよかったじゃん、あれ1個2個目にしといて。そうですね、早めに動画出しました、ね、あれまだしてなかった、最悪だったよ本当。もうそうですね、まだ取ってなかったら言いにくいですよね。あと言い忘れた、なんか石川とか上げてなかったとか、はい、残念みたいな言われるんだけど、はい、もうちょっと間違えてる人いいんだけど、はい、俺トレードされるやつ当ててるわけじゃないから、ね、か当てに、うん、こいつトレードされるんちゃうかって当てにいってるわけじゃないから、うん、俺が推薦してるからね、はい、この人たちトレードしてあげたらどうですかって、そトレードしてあげたらいいと思うよっていう提案でしょ。そうそう、提案してるのに、うん、なんか外れてるわらみたいな、はい、コンセプト違うんだよ。トレードされる選手を、ね、予想してるわけじゃないですからね。そう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 、うん、もうちょっと俺の説明が下手くそなのかな。いやいや、まあでもこうポンって単発だけ見ちゃったりすると分かってないかもしれないですね。ちゃんと分かって、うん、本当ね、まあ、この企画も4年目ぐらいですからね、はい、でも初めて見た人もいるかもしれない。そうそう、どんどん増えてますね、はい、さあということで阪神、はい、阪神ね、うん、トレードに出してあげた方がいい選手、うん、こちらです、はい、じゃじゃん、うん、糸原健人、うん、はい、30歳、今年31歳、はい、まあ、昨年までね、うん、矢野監督の時は結構ね、重宝されてて、はい、昨年もですね、2割4分7厘、ヒット110安打、はい、で打点36、うん、ね、というところでね、うん、いい形で出てたけども、うん、まあ、今年ね、岡田監督になって、うん、出場試合数が激減というところでね、はい、まあ、最近もいるんですけどね、うんうん、まあ、最近もね結構まだ出てたんだけど、はい、サトテルがね、うん、2軍に行って、はい、サードとかでね、でまだ左とかになったら渡辺とね出て併用みたいな形になってるけども、はい、うん、まだサトテルが上がってきたらね、うん、用事ないじゃん。そうですね、じゃあもう今だったらまだいい選手取ってくれるんちゃうかっていう、うん、そうですね、うん、まあ、こう今のような使い方だったら他のチームだったらもっと生き生きできるところがあるかもしれないと、うん、でサトテルの顔次第だもんね、うん、まあ、サトテルも若干いかないんだけどね、はい、なんだろうね、いつもグーン、グーン来るね、うん、いいと思ったらっていう、毎年おー、今年で言うとちょっと、ね、テイク引こう、テイク、はい、おーおーみたいな、なんなんだろうね、もう体力不足も、もう体力あるやろ、3年も4年もいたら、うん、体力不足ちゃうやろ、はい、もなんじゃあ何なんですか原因は。もう一回打てないやつの動画見てもらって。あ
ありましたね今シーズンあったでしょ、うん、なんで打てないのかっていう動画、うん、そう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 、はい、あの来る球上がってれば打てますかっていうのをもう一回ちょっと見てもらって、はい、頭をちゃんと整理してやっていってどうでしょうかっていうね、はいはい、でも糸原は多分ね里出るだってですよ、うん、里出るが打たへんって言ってもよ、うん、使わないとざわつくやん、うん、メディアとファンが、はい、大阪の、うん、だって2軍に落としただけで、はい、俺はもうすぐ上がってくると思ってたから、うん、まあ、1回下ろしてもよかったんちゃうかってだけで、はい、2軍に落とすなんてありえないみたいな、うん、ね、声が大阪地域ではえげつなかったじゃん、はい、うん、っていうことは1軍で使わないで、はい、勝ったらいいけど負けてたらもっとざわつくわけでしょ、まあ、そうですね、そしたらさすがに岡田さんでも使わざるを得ないじゃんね、はい、ってなったらもう糸原はね、うん、もうまあ出番がちょっと少なくなる、ね、そうそう、でしかも今年30歳だったらギリだから、うん、それだったらいい選手取れるんだったら、うん、俺は糸原は結構いいチャンスあると思うよ、はい、ね、糸原選手だったら欲しいっていう気がありますよね、島根出身やからね、おいいとこあるよ、ある、うん、おう、もう思いつきましたよ、思いついた今、おここいいんちゃうかって、おまあそれは13回目ですけど、もう知ってますですか、教えてくださいとか言わないです、これどうする、こんなに13回目煽っといて、はい、13回目が超つまんなかったいやそこかよみたいな、なんか言うのどうする、はい、なかったのかよみたいな、はい、あんなに煽っといてみたいな、うん、ね、でもありますもんね、うん、でも俺はまあ糸原いいんちゃうかっていうね、はい、で続いてがね、うん、こちらです、はい、高山俊、もう、うん、もう阪神の人諦めてるやろ、だって今年はまだ出てないですしね、今年もオープン戦でだけ、うん、で2軍で2割5分2厘ホームラン5本、うん、あでも5本打ってるんですね、だからもう使わんやん、うん、はい、で外野はだって近本怪我してもいかへんわけやろ、うんうんうん、その高山が、はい、島田とか出たり、うん、昨日の試合だって結局外野は森下もうセンター守ってるからね、うん、でノイジー、うん、でミエセスでしょ、うん、で島田もいて、はい、前川、うん、そう前川、前川とか使ってるじゃんな、うん、もうそれだったら若いし前川選手、うん、じゃあ糸原と高山とかね、はい、2対2とか、うん、とか、うん、まあもうこれはもう高山のためにも、はい、ひょっとしたらね、うん、細川みたいになるかもしれないからね、そうですね、うん、だからそういった面で俺は高山もう最後のあれやと思って、うん、はい、どうせもう使わんやん、うん、だったらもう最後ワンチャンね出してあげて最後の勝負を高山自身にね、確かにあのかけさせてあげてもよかったいいんちゃうかって俺は個人的に思うけどね、ドラフト1位ですしね、うんうん、さあそして、はい、ピッチャー、うん、ピッチャーね、はい、俺は馬場ちゃん想定してたのよ、いや馬場ちゃん想定してたんだけど、うん、今最近結構投げていいから、ね、じゃあこれは出ないなっていうね、はい、だってまだ多分今のところ防御率0.0とかですね、なんかその、うん、いいから俺は、うん、使わないんだったら出してあげた方がいいんちゃうかっていうこのドラフト、うん、はい、トレードを出してあげた方がいい時の最初ぐらいに思ってたんだけど、うん、はい、そこからどんどん投げていくから、ね、これじゃあもう使うんだったら使ってあげた方がいいよっていうね、はい、そうそうそう、うん、じゃあ他で言うとね、こちらです、はい、秋山拓実32歳、はい、でも今年2軍で、はい、今最優秀防御率、あそうなんですか、1位、へでもこのまま、はい、あの32歳なのに、うん、2軍で最優秀防御率のタイトル万が一取ったら最悪だかって、うんうん、まあでも取らないよりはいやいやだってさ、はい、青柳とかも今いないんだよ、うん、そう苦労しててそうですね、そんな中は上がれないってなると、うんうん、で他の選手とかも見たんだけどさ、うん、はい、あのまあ、若手が出てきてるっていうところもあるんだよね、キリシキとかもそうだし、はい、あの浜津とか及川とかね、うん、村上もそうだけど、うん、若手がねこう出てきてるっていうのもあって、うん、ちょっとグワーンって層になっちゃったね、うん、上と下みたいな、はい、これなんか中間の頑張ってるけどチャンスないんちゃうかってやつがいなくて、うん、もういないんだよ阪神、もうだから2軍と1軍の差が結構あるってことですね、あ、そうそう、そんでさっきあの2軍の成績見たんだけど、うん、あの31勝35敗で4位なんだ、はい、まあ、ウエスタン5チームしかないからね、うんうん、で2軍見てもそんな成績、高山が一番阪神で規定打席と落として、うん、打率高い、へー、阪神だから、だったらちょっとチャンス、そうそう、だから欲しいですね、だからちょっと全体的に2軍もいないよね、人だから何かあった時に帰れないんだよ、はい、阪神は、うん、もう下から上にっていうところ で、うん、でそう考えると、はい、もうどっかから取ってくるしかないじゃん、うん、今年って考えた時に、はい、
そしたらもう、うん、糸原、はい、高山、うん、秋山で、うん、こう3人で、うん、ワンちゃんね、うん、俺はいいんちゃうかっていうね。まだできますから。そう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 、うん、ちょっと2軍ちょっと薄いね。で1軍のところ戦力固まってるけどちょっとその次があんまりっていうことですね、うんうん、でもあと強いて言ったら、うん、野手だけどキャッチャー同年代多すぎ問題っていうのがあって、はい、あ確かに坂枝、はい、25歳、うんね、藤田、今年2歳、うんね、で、中川、うん、今年、まあ、早生まれだから今年度20歳っていうところ で、うん、で坂本29歳でしょ、うんはい、長坂29歳、うん、30歳でしょ、うん、同年代ちょっと多すぎるからね、うん、誰か一人もしいいの取れるんだったらキャッチャーも出してもいいんちゃうかっていう若いけどね。あそうですね、うん、藤田、坂枝、中川のね、うん、俺は藤田いいと思うからね、はい、使わないんだったら、うん、まあでもいいからねここは育てていくっていうのあるけど、うん、ちょっと同年代でいい選手多くなる問題あるから、はい、あと5年ぐらい経ったら、うん、こう誰か一人トレード出してあげた方がいいんちゃうかっていうかもしれない。おじゃあキャッチャーちょっと不足してるチームがあれば、うんだそこをうまく育てていい感じになったら、うん、トレードの選手としても使える可能性はあるけども、うん、若干ちょっと1軍と2軍の層がこう開きすぎてるから、うん、これもうトレードをするしかないんちゃうかって思うけどね、はい、ここから総力を上げるってなったらね、うん、さあということで、はい、皆さんどう思いますか、うん